マウソロス像大英博物館マウソロスはカリアの王である。形式上は大使としてアケメネス朝、ペルシア帝国に服属していたが、事実上の独立状態であった。マウソロスは先代の王ヘカトムノスの長男で、弟としてヒドリエウスとピクソダロス、姉妹としてアルテミシアとアダがいる。マウソロスはアルテミシアとヒドリエウスはアダと結婚した。 ディオドロスの記述から計算するならばマウソロスが多いを継承したのは紀元前377年であるが彼の名が初めて歴史の主で舞台に出たのは紀元前362年でありその時マウソロスは小アジアで多くの大衆がペルシアに反旗を翻す処意サトラップの大反乱の中心的人物の一人であったその後マウソロスはイオニアに 積極的な進出を行い、ミレトスに同志を裏切ろうとした市民を助けるために、アイギュプトスなる人物を派遣したり、ラトモスを占領するなどした。ラトモス占領の際にマウソロスは、ある計略を用いた。彼は、ラトモース人を護衛兵として雇って、彼らに目をかけるなどして、ラトモスに対して、 有効的な振る舞いをして油断させた後、エフェソスのヘロピュトスが不穏な動きを見せているとして、ピュゲラに軍を進めるためにラトモスから300人の兵士を受け取った。マウソロスが彼らを含む軍を率いて、ラトモスの近くを進軍した際、ラトモスの全市民が行進を見物するために死から出てきた。そして、昨夜から近くに隠れていたマウソロスの別動隊が、 モヌケの殻の町に突入して難なく占領した。さらに、マウソロスは、アテナイに服属していたキオス、ビューザンティオン、ロドスを焚きつけて、紀元前357年に反乱を起こさせ、キオスと同盟を結んで、反乱軍を援助した。その結果それらの諸都市は、アテナイから独立し、マウソロスは、ロドスを属国化した。紀元前353年に、 死因は不明であるが、マウソロスは死んだ。夫の死後アルテミシアが、統治権を、さらにその後は、ヒドリエウスが継承しており、マウソロスの子供が言及されていないことから考えると、彼には、子供はいなかったようである。アルテミシアは亡き夫のために壮麗な葬式を挙げ、その際個人の遺徳を称える追悼演説の大会を、開催し、テオポンポス、 テオデクテス、ナウクラテス、そして、イソクラテスの弟子であるイソクラテスなどが参加した。その後彼女は、スコパス、ティモテオス、レオカレス、ブリュアクシスといった、ギリシアの名だたる彫刻家を雇い入れて、世界7不思議の一つに数えられる、マウソロスレービオを建てた。ありがとうございます。